今週の PSP インターネット教室、緑川さんにご登場いただきます。おはようございます。おはようございます。今日はどんなお話になりますか？はい、皆さんですね、ソーシャルメディア、ブログ、フェイスブック、ツイッター、いろんなものをお使いになってらっしゃると思うんですけれども、はい、どのように運営していらっしゃいますでしょうか？まあ、いろんなお客様とお目にかかった時に、フェイスブックやってるんだけど役に立ってるのかな？ブログもやってるけど役に立ってるのかな？もう毎日あげないっていうので大変なんだっていうお客様が結構いらっしゃいます。はい。じゃあどういったポイントで運営されたらいいのか、5つのポイントを今日はちょっとお話をさせていただければと思います。はい。ではまず1つ目は定期的にアップデートをすること、と申し上げますと、あらまあ毎日やんなきゃいけないのかしらと思う方がいらっしゃるんですが、はい、そうではないです、うん、例えば月水金火木、それでも構いませんので、それを続けることが大事です。2番目、文章です。これはシンプルにすることが非常に大事です、うん、やはり皆さんビジネスをあれも言いたいこれも言いたいあこれもって思われるんですが、長い文章で書きますとお客様はまず2行で逃げていってしまいます、はい、ですのでシンプルな言葉で分かりやすく的確に表現されること、これをお勧めします。はい。まずシンプルなタイトルを文章を作って、ブログとフェイスブック同じ内容でも構わないということです。次、3番目、お客様からのフィードバックをもらえるような内容にすること。皆さんどう思われますか？もし何かあったらぜひご連絡くださいね。皆さんのレビューを待ってます。こういうような投げかけを、まあ、ソーシャルメディアでお入れになることは非常に大事かと思います。次に4番目いきます。視覚に訴えるタイトルと写真、例えば私どもの場合にソーシャルメディアの作り方について硬いですよね、はい、そうすると興味のない方は飛んでいってしまうかもしれません、そういった場合にそのソーシャルメディアのポイントの中の、例えば今日私がお話をさせていただいている定期的にアップデートしましょうというこのタイトルをそのまま Facebook のタイトルにします、そうしますとお客様は、え、何を定期的にアップデートするの、興味を持ってリンクをクリックしてブログに行ってもっと詳しいものを読んでいただける、はい、そして写真も硬い写真ではなく、うん、例えば私犬が大好きなので犬の写真を載っけてもいいです、うん、何か物事を考えているフクロウの写真でもいいです、うん、何か面白い写真をつけることで、なんだこれと思わせることがポイントですので、それをちょっと面白くするためにも、いい写真を視覚に訴えるものをお使いになることをお勧めいたします。それから最後に5番目、せっかくですねレビューをください、皆さん何かあったらご連絡くださいとおっしゃってるにかかわらず、お客様がコメントが入った時に無視をするとお客様は怒ります、はい、ですね、どんな細かいことでも、怒ってあなたのところの商品は何なんだというネガティブなこともあるかもしれません。それでも誠意を持って答える、必ずコメントがついたらその日中、遅くとも翌日中にはお返事をする、はい、これも大事なことで、それによって読者の方とつながりが持って、ご自身のビジネスのサービス商品に興味を持つお客様が増えること、これは間違いなしです、こんな5つのポイントですね、まあ、全部が全部難しいかもしれませんけれども、少しずつ着実に定期的に続けていただくことで、ソーシャルメディアの効果がぐんと上がることは私もまあ書いていまして、もう証明済みですので、ぜひ実践していただけたらと思います。はい、緑川さん今週もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。 PSP インターネット教室、この番組は PSP インクの提供でお送りいたしました。